津川、松勝が属に分類される、常緑性の針葉樹。別名をトガというが、これは、かつてトガ人を貼り付けるのに使ったためとの説がある。直立する大木になり、高さ30メートル、強硬直径1メートルに達する。樹皮は灰色がかった、赤茶色で、亀甲状に剥がれる。葉は、扁平な、針状で、表面は、新緑で、艶があり、主軸に沿って、 くぼみがある。先端が少しくぼんでおり、葉先が二つに分かれたようになっている。その点でもみにも似ているが、もみは二つの先端が鋭く尖っているのに対して、つがは丸まっている。また、枝からの葉の付き方が、もみとは若干異なっていることで識別できる。休花は小柄で楕円形、長さ2.5センチメートル程度で、枝先にやや下を向いてぶら下がる。 日本の本州中部から薬島にかけてと韓国の移領島に分布する。暖音帯から霊温帯の中間地帯に主に分布する。その範囲では比較的普通に見られる樹木であり、時に優先種となる。もみと混成することがあるが、もみが山腹に生育するのに対して、津川、尾根筋によく生育する。なお、一部の地域では、戸笠原も混成する。 IUCN レッドリスト2013年版で純絶滅器具と評価されている。建材として用いられるほか、樹皮から担任ンンを取り、漁網を染めるのに使われた。秋篠宮文人新納のお印に用いられている。ありがとうございます。